奄美大島島にあるる神社で参拝してみることにしましまた。この神社に来たのはですねすぐ近くにガジュマルトンネルがありましてそこをですね、目指してきたんですけれどもそうすると駐車場のすぐ横のところに神社がありましてそれでせっかく神社がありましたので参拝したいなということでこう地元の 神社といいいう感じですごくいいなと思いまして、小さな神社ですけれども寄ってみることにしましたここにですね有りら厳島神社と書いてあります享保3年ということになっていますそして参道ですけれどもこのような感じでこう草木が生い茂ったところを歩く部分だけですねこう地元の方が清掃してこう何て言うんですかね 道もカットしててて整えいいいるという感じの神社になっています。この辺り歩いている時も結構ですね、クモの巣あったのが1か所か2か所ありましたので、歩く時はクモの巣と、あと蚊がですね、ここにも結構いましたので、神社参拝する時、ちょっと手を合わせると思うんですけれども、その辺りにも蚊がいましたので、その辺ですね、こう、一応虫刺されの、 用いなんか虫刺され用のスプレーなんかですね先にしておくといいかなと思いますで神社のこの本殿の部分ですねこのような雰囲気になっていましたえっ、ー、と裏の方ですね回れるかなとも思ったりもしたんですけれどもこの正面のところだけにしておきました横の方ですね結構草木ありますのでなんか虫とかですねそういった感じのものとかあと蛇とかいても嫌だなと思いましてそれでですね、まあ この辺りきっちりですね整備されているこの辺りで参拝して戻ったという感じですそして動画の始めの方にもですねこの看板説明の看板あったと思うんですけれども、えー、と本年の方はあのー、見てわかるように前の扉のところですね鍵がかかっていて開いてませんでしたのでその建物の外から参拝するという形に、えー、今回はしました でここに書いてる看板の内容ですけども、奄美市重要文化財というふうになっているそうで、えー、この有形文化財なんですかね。アリラい島神社の石子及び石像、神像というふうに書いてます、えー。昭和59年11月20日ですね。この石像は、ちょっと隠れてて見えにくいんですけれども、江戸時代、薩摩藩統治時代の木び横目。 サトウキビの管理を行う役人に関わる陰刻な、ですかね、のある貴重なものですということですね。関氏の正面と側面にはそれぞれ次のような文字が陰刻されています。宝騎心山神と読むんですかね。ちょっとわかんないですけども。で、側面の方には京保三年、土の絵犬、八月吉日、なぜま、岸子。 なぜ、ね、まきししこまむらずみおぎよこめで人の名前でさきみというんでしょうかちょっとわかんないですけどもこういったものが隠国されているということです実際には見れないですけれどもまあ,あの前の扉開くとですね少しはこう見れるのかもしれません下の方に書いてあるのは 石市内アンチの石像心臓は烏帽子をかぶりあごひげを長く伸ばし右手に尺を持ち左手には肩に担いだ稲穂の端を握っています胸の円形は太陽をシンボル化し太陽の恵みと豊作豊穣を祈っているものと考えられます赤みを持った石灰岩を用いており地域独自の心臓を 掘り出しています。このような感じでここのアリラ、ら嚴島神社ですね特徴を書かれていますけれども中にあるこういった石像,石像なんかは見ることができませんでしたけれども是非ですね参拝しに行ってみるといいと思います近くには海もあって少し歩くとですね海砂浜まで出れてきれいな景色見ながら 飲み物なんか飲んだりしてですね少し休んだりするといいと思いますそして近くにあるガジュマルトンネルの動画別の動画になりますけれども出していましてそちらの方で綺麗なですねガジュマルトンネルの景色なんかも堪能できますので他の動画で是非見てみてください今ですねパパイヤとか花とか映っていますけどもこれはですねアリライ福島神社のこの参道の部分にあった植物を 写真で撮っった様子になっていますちっちゃい花なんかもありまして良かったですね。もしこの辺寄るような、えー、用事がありましたらシュノーケーリングとかする場合にはですね案外近く通ったりすることもあると思いますので寄ってみるといいと思います。